どうも、レオンでございます。今回はですね、J リーグ J2 についてお話しましょうか。今回ですね、 J2 の東京ヴェルディ、久々に聞きましたね、東京ヴェルディ。昔は名門やったんですけどね、について、語っていきたいなと思います。ヴェルディはですね、現在勝ち点が、36で、プレーオフラインの、6位と、誤差かな、でも試合数が1試合少ないので実際は2差と、勝ち点2差という、現状でいいと思うんですよ、評価としては。でシステムとして4-3-3もしくは4-2-3-1みたいなシステムなんですけど、若い選手が多くてね、東京ヴェルディってね、要はホームタウンが実はあんま決まってない感じがするんですよ。東京なんですけど、なんていうのかな、東京にはFC 東京ってあるじゃないですか、あれと被ってるんだよね。でも東京なんですけど、東京23区なんか、それ以外のなんかね、わけのわからん市なのか、ちょっとわかんないじゃないですか、その拠点がね。そういったところでもなかなかファンがね、熱狂的じゃないと増えないというか、難しさはあると思うんですけど、それでもね、よく踏ん張ってるなと。で、今シーズンもともと最初ね、誰かの、堀監督なんかちょっとわけのわからん、微妙な監督がやってたんですけど、成績も中途半端でね、で解任されちゃいまして、でその後に呼んできたのが上福ってね、J1 での、経験がめちゃめちゃ豊富なんですよ。ただ上福ってね、印象的にはすごい守備の監督ってイメージがあったんですよ。いつもなんか3バックやってるような、だからもしかしてヴェルディを3バックにすんのかなみたいなね、と思いきや、いや非常に攻撃的なね、ハードワークは求めるんですけど、4-3-3っていうね、そういうシステムで、やってるので、これもしかしたらワンチャンね、奇跡起こるかなって、実は思ってます。昇格プレーオフ圏内まで勝ち点差そんな離れてないんで、もちろんそのサッカーが浸透するまでにね、戦術が時間はかかると思うんですけども、勢いに乗ったらわからんでっていう、なんせ若い選手が多いんで、爆発的なその力を生み出す可能性もあるんでね。で、鹿島から染野かな、っていう選手も獲得しましたし、着々とね、補強は進んでいってるので、キーパーね、ブラジル人、マテウスってもいいんですよ。前のなんか、前監督の時干されたのか分かんないですけど、いい監督の、いい選手なんでね、それがスタメンで出るし、非常にいけるんじゃないかなって予感はね、してるんですよ。だからワンチャンね、ここから連勝街道で、プレーオフを滑り込んで、J1 までみたいな可能性あるかなと思ってるんですけど、でも実際 J1 になるためには J1 のチームにも勝たないといけないんで、そう考えるとプレーオフに進むのが精一杯かなと。プレーオフに進めたらね、同じじゃないですか。でもプレーオフにはいけるんかなっていう感じはしてるんですよ、今のところね。この予感ってすごく大事でね、何かを予感させるっていう、やっぱそれは選手もそうだし、監督が変わってね、それなりの監督が来てくれたんで、前任のようなね、ものではないんでね。そういう点では、非常に楽しみかなと思いますし、俺ぶっちゃけですけど、プレイオフには行くというふうに思ってます。勝ち上がるのは厳しいと思います、さすがに。若い選手だけなんでね、そこまで世の中甘くないし、サッカーも甘くないんでね、勢いだけでは勝てないんで、そういう点では、プレイオフには俺、ヴェルディは行くというふうに思ってます。なんで、東京ヴェルディファン、お前たちは安心して応援すればいいんじゃないかな。プレイオフに行けるから。頑張れよ。上がれる、J1 に上がれへんと思うけど。じゃあな。